おはようございますおはようございます。ディレクター回しまーすコントローラーぶつけた今度はドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。2日連休で昨日キャンプの話したんですけど、この撮る動画を撮ってる時の、まあ、その日ですね、まあ、すごく眠くて買い物とか行ったはいいんですけどすぐ帰ってきました。で、今日では寝たつもりでいますが同じ体調の気がします。やっぱり仕事柄その5時に起きるとか、朝5時に起きなきゃいけない、朝9時に起きなきゃいけない、夜勤だから朝あの昼方に寝ておかないといけないっていうのがやっぱりゴロゴロ交差してしまうんで、生活習慣が乱れやすいんですよ。なんか寝てもすぐ起きちゃう、1時間ぐらいで。はい、だからやっぱり介護で大変だなと今思いました。はい、なんで失速したなんで失速した今日はとあるカードを使っていきたいと思います。行ってみよう。本日使っていきますのはこちらです。ドラゴンクエスト9のね、再販で発売されたっていうね、また売る気かとこのカード目当たりにドラゴンクエスト9 2本目を買った方も多いのではないでしょうか。伝説の勇者です。さあ始まりました、戦闘とね、伝説の勇者が一人でね、これね、で、他の、腕組んでる人とか、魔物使いと違って、単体系のレジェンドヒーローですね。はい。単体でつばぜり合いができるっていう、まあ、合体モンスターでつばぜり合いができるっていう考えた方が早いのかもしれないですね。はい。今回これを使っていきたいと思います。まあね、2800を誇るね、結構な HP と打撃耐性を持ってるんです、実はこいつ。はい、これは、ドーンでお湯で、様々な属性に弱かったり強かったりするっていう。で、打撃には強めです。なんで、普通に合体モンスターとしてみるならもうほぼ最強枠ってレベルですね。はい。で、そしてね、この技の威力もなかなか高くて、このロトの剣技、回心も出やすいし、光属性を持っているんですよ。通りのいい光属性攻撃を持っているっていうだけあって、まあ、簡単に言えばね、正直ね、ゲリオン並みに強いんじゃないかなって思います。はい。ね、青技も比較的恵まれていて、まあ、雷、光、打撃と3属性持ってて麻痺もあるっていうね、なかなか強い技となってます。さらにね、こいつの神髄がね、一つあるんですよ。わかります？縦装備なんですよ。縦装備っていうのは、基本的に主人公だけは許されてたんですけど、こちらですよ。デボラの脇を活かせる。唯一脇を活かせます、こいつ。はい。主人公一人になります。このチームっていうのは、盾持ちの一人ってことですよ。言うてしまえば。つまり、このフラワーパーツを使うことによって、はい、ガード。これですね。主人公にしか攻撃が行かないっていうことを最大限利用できる。それですよ。で、あまりこいつ賢くないねんで、いろんなところにロトの剣技打つね。判断力は悪い方なのか。もう絶対違うとこばっかり行くやん。はい、よいしょ、OK、ナイス！あいつら結構、いいよ、強い強い。マジで強いな。はい、ここもガード。はい、ここもガード。主人公にしか行かない。はい、いいね。マジでいいぞ、こいつ。もうこれもガード？そう、鉄壁の防御体制？物理または特技しか持っていないチームを詰ませることができるんだよね。はい、最後はデインブレイク。これで締めましょう。とは言っても勇者な、あんまり素早くないんだよね。この見た目でね、さっき落としたけど、また行くぜ。ライデン唱えて、突進切り裂け！はい！いや、強いよ、マジで強いな。勇気の溜まりもめちゃくちゃ早いな、こいつ。さあ、このまま続けて2回戦なわけですけども。もう一つね、勇者だけじゃないと、これね、バーバラでも言える。単体レジェンドヒーローのいいとこがもう一つありまして、こちらですね。これは DLC になります。はい。テンションバーン。これつまり、テンションバーンっていうことで、一人しかいないんですよ。すでに絶対一人しかいないっていうことは、一人が絶対テンション上がる。これ合体モンスターでも同じ理論なんですけど、おっと、先に動いちゃった。大丈夫、そんなで麻痺に、あら広い、あら広いわ。あららら広いわ。あららら、なるほどね。で、一つ言うとなんか勇気の溜まり早いね。なんか勇気溜まってるし、言うてら。勇者って勇気溜まりやすいんか？なんかもう勇気溜まってますけど、テンションバーン生かすことなく、勇気が溜まってしまいましたね。おー、余計に、ちょ、テンションバーンは？テンションバーンはお前。余計でどうすん？そこそこ避けるのは知ってるけどさ、君が。なテンションバーンは。テンションバーン何一つ活かせなかったじゃねえか。どうしてくれんだこれ。おい、どうすんのこの動画。ボツか。なんだろう。あ、でも、魔王系統だね。
ハーゴンの神殿とはいえ魔王系統なのはありがたいよ。まだこの動画続くぜ。邪神官、おっと1対1になりますね。これは1対1だね、完全に。さあ、ハーゴンがね、お供も連れずに登場しました。お供連れてない、勝ってるよお前。さあ始まりました、1対1のタイマンです。まあタイマンになっちゃうんだよな、基本的には。でもタイマンじゃないとこれ伝説のさ、お供連れてたらやばかったぞこれ。まあ調整次第かもしれないけど、正直これをね、乱入対戦で連れてた人も多いんじゃないでしょうか。伝説の勇者で幸せの箱で経験値稼いでみたいな、そういう人も多かったんじゃないかな。乱入対戦で死ぬほど見たもんこいつ。まあ乱入対戦でこいつはマジでね、俺思ったわ。多いって、またこいつかみたいな。あ、キラキー、勇気様の方が早いよね、こっちも。ワンチャンつばぜりゃしなくてもね、たまるぐらいだ。ただ1P プレイの使用上つばぜりゃした方がいいんだけどね。1P プレイの使用上つばぜり合いをしないと次の大魔王に勇気が持ち越されて開幕からさようならみたいなこともありえるから、さすがに状態上で止まったらお前笑うよ。おい。まあ止まることもあるんですけどね。いやでも打点は取りやすいね、やっぱり。まあ一発一発が重たいから、その分合体モンスターと同じで外すと悲しいことになりますね。でもしても強いな、450って強くない？神田太郎雷神斬りみたいなもんだよ、言ってしまえば。ナイス、返しもよく出るね。ここで行こう。ここで行きます。さあ一体つばぜり合体モンスターつばぜりしてるようなもんなんで、感覚的にはまあね、このターンは動けなくなりますね。だから勝つことが目的っていうだけなんで、負けだったら何しに来たか分かんないです。何しに来たか分かんないよね、勝たないとね。2秒式に戻ってくんだぜ、やっぱり。帰ってきたぜ、ヒーローは遅れて登場するんだ。2秒式も遅れて登場するんだよ。はい、よっしゃー、帰ってきたぞ、二秒式で。二秒式安定っすね。まあ、このターンに勇気を貯めといて、ちゃんと勇気貯めて、で、もう勝ちですよね。普通に。よし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 、順当に勝てる。よし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 。勇気貯まる。このターン勇気貯まって、さあ、向こう何してくるか、邪神官の合計ならラッキー。オッケー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 。まあまあ大丈夫大丈夫、全然大丈夫よ。打撃に硬いのが生きてますね。さあデインブレイク、まあこれ当てなくても勝ちです。もうオッケー、いいよデインブレイク。はい、いいよ。918結構出んな本当に。技ネイルカス本当にすごいな。まあこれは本当に乱体でめっちゃ使われたからな、もう憎いわ俺。ある意味憎いっすよこいつ。おじいちゃん。おじいちゃん助けに来たよ。まあ確かにおじいちゃんレベルですよね、言うてしまえば。もうこの3人はもういわばおじいちゃんですよね。ルトの血を継ぐね、勇者たちのね、子孫ですこれは。さあハーゴンにね、イカズチを落としに来ましたよ。つまりハーゴンっていうのは勇者からすると、あ、おじいちゃんかって、あ、おじさんって感じなんかな。やだ、そんな風に寄り添われたくないよ。おい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 、嘘でしょ勇者。勇者嘘だろお前。おい、マジンダークドリアム、やばい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 、やばいの来た、やばいの来た。ちょいちょいちょい、なんか出てきた。おい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 、やばいの来たぞ、大丈夫か。やばいの来たね、ダークドリアム来るかよ。いや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 、ここは普通に指導でよかったって。しかも赤目だし、デボラの脇で、とりあえずデボラの脇でね、唯一発情する男。伝説の勇者はデボラの脇でね、唯一発情する男なんで、ここはねしっかりフラバスで、絶技も大丈夫。はい、ガードしてこう。はい、ナイス。もう絶対ガードですからね。はい、オッケー、ダブルギアソーが絶技なんでね。さあ問題こっからですよ、ロトの剣技で。オッケーオッケーオッケー。さあお互いダメ、打点取れる、打撃硬いよ。あー、打撃かてー、こんなもんかよ。で、つばぜり合いで一旦食うじゃん。本当に大丈夫か、これ開始さっきみたいにハーゴの時みたいにちょっと出してほしいな。で、勇気の溜まりはまさかのほとんど同値ですね。いや、伝説の勇者勇気溜まりやすいのかな、もしかして。ちょっとそれの補正知らなかったんだけど。うわ、方向怖いよ、頼むぜ。ここでひるんでしまうとちょっともういろいろと悲しいよ、アドが。あー、食らうか、頼むぜお前。はい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 。でもテンション上がるのきついな。この後にさ、ドカーって攻撃食らってシーっていうのも嫌だしな。え、でも大丈夫これ。火力が。あ、もうダメ。
いい、外れたじゃないよお前。これギガデインとかの方がいいのかな。でもさ、ダブルギガスロー耐えるほどのいいねえ耐久ないよなこいつ。ここ勝つしかない。え、勝ったところで、え、これ大魔王きつくね。いや、とりあえずあー赤いけるね。さっきみたいに行こう。いや、やばいな。よし、悪くないよ。いいいいいい、普通に勝てる。これだったら勝てる。行くぞ勇者よ、勇者いざ行かん、行くぜよっしゃ、オッケー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 、まず勝ったよ。ただあとさ、4号でしょ。え、4号以内にさ、3300まで削るんだけど、分かってる勇者くん。4号ターンで、あとロトの剣技で、だから2400ぐらい削らなあかんねんけど。あれ無理じゃねそれ。いや、無理じゃない、無理じゃねえんだよ。ここから奇跡起こすんだよ。おいおい、行くぜ。あー、あと2000、あと2000、あと2000は遠いな。いいよ。ナイス、そう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 、いけるぞ。あと、ボーダー1200。このグランドクラスはまあ耐えるとして、ただこのターンに本当に削らないと、ダフン、ダフンって言ってた。ってことはやっぱりこれフラワーパラソしかなかったな。頼むぞ。はい、はい、オッケー。いや、頑張ってくれ。あと、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 え、あと 900? あれ?今ね、手当ててるわ。普通に受付嬢みたいな格好してる。あー、ダメだに、ダメだに、もう9900ぐらいでさよならだよ。お前はよくやったよ勇者、お前はよくやった。大魔王無理だこいつ。あんまりにもそのさ、乱入対戦でこの勇者が使われすぎたのが若干ね、問題点となって、まるでとね、バトルロード1の時の怒りの魔人並みに、まあとにかくいっぱい使われたんですよ。で、そんなね、勇者をね、もうぶち倒すときにね、モンスターマスターでやってた僕もね、パーティー組んでました。まあ影の騎士は違うけど、影の騎士は性格には違ったりするんですけど、まあとにかくね、目立ってましたよ僕勇者。もうあまりにもね、出すぎたせいで、あまりにも出すぎたせいで、もうね、多いねんお前って思ってましたもん正直。与党の剣技で開幕開始なす、なぜそれダークドームの時に出せなかったと。さあここからですよ。勇者の弱点はね、まあ過去の動画でも言った通りです。ドールマでドン。暗黒に弱いです。つまり大魔王の基本的なものは暗黒を持ってるから基本的には相性悪いのと、そしてこちらキースドラゴン、凍える武器が入っておりますが、これのダメージが、なるほどね、ミスですね、はい、ゼロですね、良ければゼロです、はい。基本的にドルマ付けにされるんですよね。だから環境に一番流行ってたナイトリッチには絶対打点を取られてたっていう。結構悲しいモンスターでしたから。基本的には打点取られるだけだったんで、だからあんまりその伝説勇者自体は無意識にみんな対策できてたかなっていう感じですね。デンタリッチがその頃普通に流行ってたんで、勇者はそれを覆すまでは強くなかった。あーあー、効くねやっぱ。やっぱり効くな。やっぱりね、結局ブレスは相変わらずっすよね。さあナイトメアソード、はい、いやもうこんなもんですよ。暗黒に弱いせいで、暗黒さえ入ってればもう当時大敗、もうねめちゃくちゃ流行ってた。ナイトリッチが出てからはやっぱり暗黒っぽい。お前なんでそれをダークドームの時に出せないの。お前今ウィークポイント解説してんだべ。お前今お前のウィークポイント解説してんだべや。今お前のウィークポイントをこっちは解説してんだべや。何お前ちょっと今頑張ってんお前。何お前ちょっと頑張ってんお前。ウィークポイント今お前が、お前のウィークポイントを解説してんだべや。何お前ポンポン会心出して勝とうとしてんだよこの試合に。おい嘘だろ、まさか。まさかそれドリアムの時にやってくんない。マジでお前それドリアムの時にやってくんない。これ会心したら勝てるよお前。
おい、会心出たらこれ勝てるよ。まさか。てか、キスコばっかり通告受けてるからな。おい、まだ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 終わんねえよ。まだ終わんねえよ、このゲーム。まだ終わんねえよ、このゲーム。ドラゴン切り打ってたら勝ってたら。でも、それはこっちのコートにも言えること。さあ、このターンに決まるかどうか。さあ、ドルマ打って、これ、ナイトイチがドルマで勝ちだったか。いや、ナイトイチのドルマは310だから勝ちじゃないね。さあ、ナイトメソッドが当たれば勝利。おっと、ここでお前暗黒に弱いんだべ。あとね、氷と風。おーい、ハラハラさせてくんじゃねえか。ハラハラさせてくんじゃねえか、おい、このゲームな。なんだよ、この戦い。なんだよ、この印象。おっと、ここでナイトイチ。初戦陣形には勝てないけど、教えてやるよ。はい。はい、初戦陣形には勝てなかったんだよ。はい。はい、おそれをダークドレアムの時、ちょっと待って。お前、なんでそれをドレアムの時にできなかったんだよ。何勝ってんだよ。